寝ても覚めても愛を、俺は多分君のことが好きなんやと思う。それって似てなかったら良平さんを好きにはならなかったってこと？睡着吻别醒来抱拥入围第71届康城影展官方竞赛单元。香港亚洲电影节今年邀请了《睡着吻别醒来抱拥》导演滨口龙介来香港。Now 爆谷台好高兴滨口龙介接受爆谷制造访问，由他亲自分享创作心得。この映画を作ることになったきっかけっていうのは、まあでも僕がその柴崎友香さんというその小説家の小説を読んだ、あの本当にとても面白い小説だと思いました。そしてまあ映像化しなくては、あのむしろ本当の面白みというのが出ないんじゃないだろうかという気さえしました。なので、あのぜひ映画化をしたいなと思いました。ただその関西でその映画を作ってみたいなと思ったのは、もともと柴崎友香さん原作の寝ても覚めても原作の柴崎友香さんのまあ小説を読んで、まあ、関西弁っていうのはまあとてもあのまあ美しい言葉だなっていうことをまあ思ったっていうことがとても大きいと思います。良平のこと好きやで、めっちゃ好き。まあ、でそれがすごくなんていうんですかね、あの生活に密着した言葉としてその柴崎さんの小説の中で書かれていたのを読んで、その関西地方でまあ関西弁の人たちを使って映画を作ってみたいっていうまあ欲望を持ったので、あのその点ではその2つはその柴崎友香さんを通じてつながっていると思います。まあ東出さんもやっぱり初めて一人二役をやるということで、まあそこはとてもあのまあ不安を持っていたポイントだったと思うんですけれど、あのまあ始まる前にお話をして、でどういうふうに演じたらいいと思いますかっていうことを聞かれた時に、いやもうそのバクと良平というキャラクターはまあ見かけもまあファッションとか髪型とか、まああと喋る言葉がまあ全然違うんですね。日本、バクは標準語を喋っていて、あの良平は大阪弁を喋っている。で出てくるものが絶対にまあ違ってくるはずなので、あの演じ分けようっていうことを、まあ、あまり考えないでくださいと。演じ分けようっていうことを考えずに、まあ、東出さん自身のその時出てくる声っていうものをあの素直に出してもらえれば、絶対にその観客が あこれはバクなんだ、これは良平なんだっていうふうに絶対に思ってくれると思いますっていうことを、まあ、言っていました。で実際そのようにやっていただいたんじゃないかなと思っています。まあ、これは本当にとても難しい役だったと思います。唐田さんはオーディションで選んだ方だったんですけれど、まあ、この前にほとんどその演技の経験っていうものは、まあ、大きなものが何も言いませんでした。唐田さんが自分で考えて、まあ、自分で掴み取ったそういう演技だと思います。どちらさんですか？まあ、ある時期からまあそういうふうに人の前にカメラを置きたいって思うようになりました。まあ、これやっぱりそれが特別な強さを持っている画面であるっていうこともとても大きいと思います。ただ一方でこれは本当にその演技をする側にとっては非常にやりづらい画面なわけですよね。その相手じゃなくてそのカメラが目の前にあるわけなので、演技をするっていうことの難しさはより上がるっていうところがあると思います。ただそれでもそのまあ演技のそれこそ感情的なピークの部分でそのカメラを置かせてもらうようにしています。そのことによって、まあ、その演技っていうものが観客のところに、まあ、ものすごくダイレクトに届くっていうことが、まあ、やっぱりあると思っているので、まあ、この映画は実際その日本で、2011年に起きた東日本大震災を、まあ、実際に出来事、として扱ってるんですけれども、まあ、主人公の2人が そこにボランティアに行くっていう描写があります。でそれは、まあ、彼らが、まあ、助けている、まあ、その被災者を助けているっていう描写でもあるんですけれど、一方で多分被災した人たちによって彼らが助けられている、力づけられているっていうところが、まあ、実のところはあるんだと思います。これはその僕が実際にその被災地に行ってドキュメンタリーを作った時に、まあ、感じていたような感覚で、まあ、そこにいる人たち の実際にまあ、単に被災者っていうんじゃなくて人間としての魅力とか、まあ、活力みたいなものに触れることによって実際に自分が勇気づけられていくというか、まあ、そういう感覚を持ちました。なので被災者っていうものが単に弱い人とか、まあ、そういうことではなくて、まあ、むしろ主人公たちを助けてくれる人たちとして扱っているつもりです。まあ、本当に受け取り方が様々にある、まあ、映画だと思っています。
います。最後のヒロインの行動を、どう受け止めたらいいかっていうのは、まあ、その日本人の観客でも、まあ、戸惑っている人はとても多いと思います。なので、まあ、その受け取ったものすべてが、まあ、正しい解釈なんだっていうことは、でも、まあ、あの観客の皆さんには、まあ、思っていただきたいなというふうに思います。で一方で、あのヒロインが突然の行動を起こしたり、あのこの映画は突然起きることっていうのをひたすら描いています。でそれはやっぱり何かあの震災後の日本にある感覚なんじゃないかなという気がします。何かずっと続くと思っていたことがある時突然あの止まってしまう、何か全く別のことに変わってしまうっていうような体験をあの我々はしたので、おそらくそのことがなんかこの映画の、 あのそこの方で響いているんじゃないかなという気がします。